お待たせいたしました。市民球場です。北海道日本ハムファイターズ対横浜 DeNA ベイスターズ、このゲームの模様をお送りいたします。ファイターズの先発は右の柿木、対するベイスターズの先発は右の坂口、以上の両先発。さあ、間もなく試合開始となります。右の坂口、マウンドに上がります。ファイターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。1回の裏、これからファイターズの攻撃に入ります。先頭バッターは万波。第9投げました。直球見送ってストライク。初球ストライクから第2球投げた。2球目空振り、これで追い込みました。第3球を投げた、外れた、ボール。次が4球目投げた、打った、レフトへ飛んだ、ヒットになります。万波ナイスバッティングです。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。背番号67。第9ストレートはボール。まずは高め。第2球見送ってボール。第3球あーっと、ショーフライになった、取りました。送りバント失敗。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。背番号23。第9投げた、初球空振り、147キロストレート。第2球投げた、2球目ストライク、これで追い込みました。投球は3球目投げました、アウトコース、カットボール外れてボール。投げました、インロー際どい球、ボール。投球これから5球目変化球、空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。第9ストライク、まずは入れてきました。1球目ストライクから第2球スローカーブ空振り、スローカーブに全くタイミング合いません。投げました、打った、山下バックしていった、切れていきます、ファール。投げました、ボール。第5球投げました、危ない球。第6球を投げた、打ちました、ファール。第7球を投げた、打ちました、抜けた。タミヤいいバッティングを見せました。ベイスターズ先制のピンチを迎えます。第9投げた、1球目ストレート空振り。第2球投げた、打った、ファールボール。第3球を投げた、打ちました、第4球を投げました、ボール。第5球投げました、アウトロー際どい球、ボール。さあ、6球目あっと、バットの先だ、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。坂口、2アウト1塁2塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。1回の裏が終わりまして0対0です。ベイスターズ先制のチャンスです。ワンアウトランナー2塁という場面で東。第9打ちました、痛烈、入れば先制だ、センター見送った、ホームラン、先制ツーランホームラン、右中間スタンドに叩き込んだ、初球をうまく捉えました。素晴らしい一発をベンチも祝福。では先制の場面、映像でご覧いただきましょう。2回の裏、2点を追いかけますファイターズの攻撃。トップバッターは中島。第9投げました、打ちました、初球打ち、倉本取った、一塁送球、記録はヒットになりました。バッターは7番今川優馬、背番号61。第9投げました、初球打ちました、ピッチャーゴロ、ゲッツーコースだ、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー。バッターは8番佐藤流星、背番号40。第9投げました、直球決まってストライク。第2球投げた、これもしかし空振り、これで追い込みました。第3球を投げた、1球外した、ボール。第4球を投げた、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。2回の裏が終わりまして2対0、ベイスターズ2点リードは変わりません。
ターズ。この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは細川。第9投げた、初球見送ってストライク。まずは決めてきました。投げた、スローカーブ決まってストライク。第3球を投げました、打ちました、血の掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはトップに帰って万波。第9投げました、カットボールはストライク。少し迷ったか。第2球投げました、スローカーブ見送ってストライク。追い込んでから投げました、外のボール球打った、フラフラっと上がった、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番片岡。第1打席はサードフライに倒れています。初球打った、ピッチャー返し、抜けた、片岡ナイスバッティングです。右バッターボックスは3番渡辺。今日の第1打席はスイングアウト。第2球投げました、打った、ヒット。中継、セカンドから三塁送球。渡辺、いいバッティングを見せました。ピンチを広げています。初球ストライクから、外角低め、見送ってストライク。追い込んで投げた、空振り三振、バットアウト。リプレイをご覧ください。3回の裏が終わりまして、3対0、ベイスターズ3点リードは変わりません。ベイスターズ追加点のチャンスです。ワンアウトランナー二塁という場面で東、今日2打点を、初球から打ってったライナー、これはヒットになります。東ナイスバッティングです。ベイスターズなおもチャンスが続いています。第9投げた、ボール。第2球投げた、外れた、ボール。第3球を投げた、ストレート決まってストライク。次が4球目、投げた、空振り、少し意識しすぎたか。追い込んでから第5球、内角、ボール。第6球を投げました、打ちました。さあ犠牲フライになるか、掴みました、タッチアップ。三塁ランナーホームイン、ベイスターズ1点入りました、4対0。右バッターボックスは8番田辺。最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。アウトローの直球はボール。投げました、空振り。第3球を投げました、空振り、バッター追い込まれました。第4球を投げました、打ちました、これはいい当たり、伸びた、伸びていった、ライトセンター見送った、ホームラン、ツーランホームラン、宇宙間スタンドに突き刺さった、スライダーを完璧に捉えました。さあチームメイトからも祝福を受けます。先ほどのプレーです。4回の裏、これからファイターズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは清水。最初のバッターボックスはピッチャーゴロに倒れています。ボール。第3球を投げました、ストレート見送ってストライク。次は4球目、投げた、打ちました、これはライトフライになった、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番中島。これが2度目のバッターボックス。第9決まってストライク。1球目ストライクから、第2球投げた、危ない球。第3球はボール。さあ4球目、インロー際どい球、ボール。次が5球目、投げた、打ちました、セカンド右へのゴロ、一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番今川。今川優馬。第9投げた、アウトコース低め、外れてボール。さあ次の投球、投げた、ストライク。第3球を投げました、打った、ファール。第4球を投げました、スローカーブ、ボール。第5球投げました、打った、ヒット。
今川いいバッティングを見せました。バッターは8番佐藤、今日2度目のバッターボックス。第2球決まってストライク。第3球を投げました。危ない球。投球これから4球目。カットボールはボール、低め。第5球投げました。5球目空振り。投球はこれから6球目。打ちました。倉本交代。レフト前ヒット。1塁ランナー2塁を蹴って3塁へ。佐藤ナイスバッティングです。ピンチを広げています。第1球投げた、決まった。ストライク。146キロストレート。第2球投げた、2球目ストライク。これで追い込みました。投球は3球目投げた、打ちました。レフト前のヒットになります。ファイターズようやく1点を返しました。ツーアウトランナー1塁2塁となりまして、万波今日早くも3回目のバッターボックスを迎えます。第2球打ったいい当たりだ。レフト交代、取りました。これで3アウト。さあリプレイです。4回の裏が終わりまして、6対1、坂口とうとう打たれてしまいました。ファイターズこの回は2番からの好打順。トップバッターは片岡、投げた、初球はストライク。第2球見送ってストライク。これで追い込みました。第3球を投げた、1球外してボール。第4球を投げました、危ない球。第5球投げました、危ない球。第6球を投げました、打った。血のボールを取る、一塁セーフ。記録はヒット、記録はヒットです。第1球投げました、打ちました。初球打ちヒット。渡辺いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。ベイスターズピッチャー交代です。坂口降板、マウンド上は砂田、今日2番手としてマウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。第2球投げました、スライダーボール。第3球ストライク、膝元厳しいところ。第4球を投げた、これは引っ掛けた。1・2塁間のゴロ、2塁フォースアウト、セーフ。1塁はセーフ、ダブルプレーなりません。第1球内角低め、ストレートは外れてボール。投げた、2球目空振り。第3球は空振り、追い込んで投げた、危ない球。第5球投げた、ボール。投げた、外れました。フォアボールです。これで満塁です。第1球投げました、初球空振り、タイミング合いません。第2球投げました、危ない球。第3球を投げました、3球目ストライク。第4球を投げました、見送ってボール。第5球投げました、打ちました、ファールボール。投球はこれから6球目、低め外れてボール。第7球を投げた、打ちました、田辺交代、ヒットになります。バックホーム間に合うかどうか。続いて2塁ランナーも今ホームイン。ファイターズ2点返しました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ランナー2人を置いて迎えるバッターは今川、投げた、初球外れてボール。第2球アウトコース低め空振り、タイミング合いません。第3球を投げた、膝元、直球は外れてボール。次が4球目投げた、打った、痛烈な当たり、抜けた、センターバックホーム。今川ナイスバッティングです。ベイスターズなおもピンチが続きます。直球ストライク、アウトローへ、まずは入れてきました。投げた、アウトコース低めストライク。さあ2ストライクと追い込んだ、投げました、ボール。第4球を投げました、打ちました、あっと引っ掛けた、倉本掴んだ。ファイターズ点差を2点に縮めました。先ほどタイムリーを放っている細川、第1球投げました、危ない球。第2球スライダー見送ってストライク。
投球は3球目投げました。ストライク。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。空振り三振。またリプレイをご覧ください。前半が終わりまして6対4、ファイターズさらに3点を返しています。ベイスターズリードで迎える6回です。今日2本のヒットを放っている東、投げました。スラーバーボール。第2球投げた。打った。これはいい当たりだ。さらに伸びていく。センター見上げた。ホームラン。ソロホームラン。東今日これが2本目のホームラン。甘い球を完璧に捉えました。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。先ほどのプレーです。ファイターズこの回は打順よく1番からの攻撃。先頭バッターは万波。今日はここまで3打数1安打。第2球投げた。ストライク。第3球を投げた。ストレートはボール。第4球を投げた。変化球ストライク。インローへ。第5球投げた。打ちました。ファール。さあ6球目ボール。インコース低め。さあ7球目投げました。ここはフォアボールになります。先頭バッターにフォアボールを与えます。左バッターボクサーには片岡。今日はここまで3打数2安打。投げました。インコース低め。空振り。少し迷ったか。第3球を投げました。ボール。第4球は直球。空振り。第5球投げました。ボール。投げました。これもフォアボール。ここまで2安打の渡辺。第1球投げた。初球決まってストライク。まずは決めてきました。第2球投げた。2球目ストライク。これで追い込みました。投げた。ストレートはボール。外へ。第4球を投げた。打ちました。打球はレフトへ。ヒット。レフトバックホーム。渡辺いいバッティングを見せました。ベイスターズなおもピンチが続きます。第1球投げた。インコース低め。ストライク。1球目空振りから打った。ファールグラウンドで取りました。これでワンアウト。ランナーはフルベース変わりません。投げました。ストライク。まずは入れてきました。投げました。完全に外れた。ボール。第3球縦のカーブはストライク。追い込んでいます。第4球を投げました。ボール。第5球投げました。外角低めいっぱい。見逃し三振。外角低めいっぱいに決まった。第1球ストライク。タイミング合いません。第2球投げました。ボール。投球は3球目投げた。ストレートはボール。さあ4球目低めのボール引っ掛けた。セカンドから一塁送球。アウト。スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。三浦踏ん張って満塁のランナー3人残塁。中盤まで終了しまして7対4です。7回の裏ファイターズラッキーセブンの攻撃。トップバッターは今川。第2球投げた。またも空振り。これで追い込みました。投球はこれから3球目。1つ外した。ボール。第4球を投げた。おっと自打球。第5球投げた。初球見逃し三振。ギリギリのところに決まった。バッターは8番佐藤。投げた。見送ってストライク。さあ次の投球。見送ってボール。投球はこれから3球目。ボール。第4球はこれは引っ掛けた。ショートバウンド。一塁へ送る。倉本軽快な守備を見せました。これで2アウト。ランナーありません。バッターは9番細川。今日はここまで3打数1安打1三振。第2球投げました。流し打ち。ファール。第3球を投げました。1つ外してボール。第4球を投げました。見逃し三振。
外角低めいっぱいに決まった三浦最後は見逃し三振に仕留めました。7回までが終了しまして8対4です。ベイスターズリードで迎える8回です。ワンアウトランナーなしという場面で東、今日は3安打猛打賞。第2球インコース高めボール投げました。打った強い当たり、打球はそのまま伸びてセンター見送った。ホームラン、ソロホームラン、東これで2打席連続のホームラン。狙っていたでしょうか、完璧に捉えました。チームメイトが迎えます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ファイターズ追う展開で迎える8回です。バッターは第1球投げました。初球見送ってストライク。初球ストライクから第2球ボール。第3球を投げた、変化球はアウトローへボール。第4球を投げた、ボール。次は5球目見送ってストライク。第6球を投げた、変化球、空振り三振、2者連続三振。ベイスターズピッチャーを変えてきました。三浦降板、マウンド上ピッチャーは高田、今日4人目のピッチャーとして登板です。ファイターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第1球投げた、外角低めいっぱいストライク。第2球投げた、サークルチェンジ空振り、タイミング合いません。第3球を投げました、1球外したボール。第4球を投げました、打ちました、ピッチャー返し、山下ボールを掴んだ、山下一塁ベースを踏んでアウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番渡辺、今日は3安打猛打賞。第2球見送ってストライク。第3球を投げました、直球ストライク。追い込んでから第4球をアウトコース低めいっぱい、見逃し三振。8回までが終了しまして9対4ベイスターズ5点リードは変わりません。ファイターズ何としても得点を挙げたい9回です。バッター高浜、初球を打ちました、これはファースト正面。山下ベースを踏んでワンアウト。バッターは5番清水、今日5度目のバッターボックス。投げました、インロー外れてボール。投げました、2球目ストライク。第3球を投げた、3球目ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。打ちました、三遊間の打球、血の取った、ショートから一塁送球、アウト、勝利まであと1人。バッターは6番中島、スタンドからは大きな声援が上がっています。第1球投げた、インコース低めストライク。第2球投げた、打った、ライトへ飛んだ、これはヒットになります。中島ナイスバッティングです。右バッターボックスは今川、アウトローを見送ってストライク、まずは決めてきました。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、外れたボール。第4球を投げました、4球目ストライク。さあ次の1球が最後となるか、外角低め、空振り三振。ベイスターズ見事勝利を収めました。 DeNA ベイスターズの勝利です。本日の勝利投手は三浦、敗戦投手は柿木でした。さて本日のヒーローは東、本当に今日は大活躍でした。